えほうまき。早朝から節分のえほうまき作り参観部の里の駅見たけで地域の女性たち。今日3日は節分。京都府福知山市の参観部、一宮にある里の駅見たけでは、早朝からえほうまき作りに追われた。酢飯や人参かんぴょうなど6種類の具材を海苔で巻き、予約を受けた約420本を仕上げた。 加工部の女性たちが約20年前から手作りしていて、三岳地区を中心に地区外からも多くの注文を受ける。今年は地元の米2と6章、39キロを準備。前日に具材の下処理などをした。今朝は午前4時30分頃から三岳会館に6人が集まって作業。エプロン姿の女性たちは、マキ巣の上に糊を敷き。 具材を乗せた後慣れた手つきで丁寧に巻いていった。加工部長の正木和子さん、75は昔ながらの絵法巻きで美味しいと評判です。皆さんの喜ぶ顔を思い浮かべながら一本一本巻きました。皆さんに服が訪れますようにと話していた。恵方巻きは夜に恵方に向いて食べると服を呼ぶという節分の日の風習で今年の恵方はなん,なんと。 私のチャンネルを共有して購読するように。